桜井昭治は、深川事件の元被告人、社会運動家、栃木県塩谷郡塩谷村生まれ。1962年4月、茨城県立龍ヶ崎第一高等学校に入学するが、同年9月に中退。その後いくつかの職を転々とした。1967年8月30日、茨城県北相馬郡と根町深川で、強盗殺人事件が発生。 同年10月、窃盗容疑で別件逮捕。知人の杉山拓夫と共に、強盗殺人罪で起訴され、1978年無期懲役が確定した。1983年、獄中から第一次再審請求を行ったが、1992年に棄却された。29年間収監され、1996年11月仮釈放。 土木建築会社に勤務しながら、第二次再審請求に向けて活動した。1999年7月、支援者と結婚。2001年12月、日本弁護士連合会と日本国民救援会の支援を受け、杉山と連名で、水戸地方裁判所土浦支部に、第二次再審請求を申し立てた。2005年9月、同地裁支部で、再審開始が決定。 検察の即時広告があったが、2008年7月、東京高等裁判所は再審開始決定を指示し、即時広告を棄却。検察が特別広告したが、2009年12月、最高裁判所、第2章法廷はこれを棄却、再審開始が確定した。2011年5月、水戸地裁土浦支部で杉山と共に、高等殺人罪の無罪判決、 水戸地方検察庁は、構想を断念し、同年無罪が確定した。服役中に詩を書き、雑誌への投稿もしていた。それを読んだ、声楽家の佐藤光つが面会に来て、作曲を進められた。刑務所の音楽クラブに加入、自作の詩に曲をつけ、佐藤に郵送して、添削を受けた。千葉刑務所週刊中に200編近い詩作と作曲を、した。仮釈放後、 著書、壁の歌無実の29年、魂の記録、極中詩集を刊行した。現在、冤罪を訴える活動の支援や容疑者取り調べの可視化を求める活動に取り組んでいる。2018年8月、冤罪被害当事者による全国団体結成を呼びかけた。桜井は、テレビ東京が2019年9月27日18時55分から、 放送した0.1%の奇跡。逆転無罪ミステリー、実録、やってないのに逮捕、衝撃現在4連発に出演し、29年の極中生活で1億3000万円の刑事保障をされたが、20歳から服役したために年金受給資格がなく、年金は受給していないと語った。ありがとうございます。